指導者の販売台数を世界第1位になりました。累計生産台数も初めて500万台を超えることができました。目標としては2025年に100店舗。バッテリーの設計、パックの設計と車体設計を合わせたっていうのは、これすごい面白い発想だなと思ったんですが。この究極のハイパフォーマンスカーは、まさに他のやらぬことをやる精神が生み出した車です。バーチャルとリアルの、融合ということで、この車の中でも VR ゴーグルを使うと、そのままゲームの機械としてゲームができる。やっぱりこういうものが世の中にコンセプトカーじゃなくて本当に早く出てきてもらって、やっぱりお客様をワクワクさせていただく、そうなってほしいな。今回ジャパンモビリティショーの注目のブース、 EV メーカー BYD のブースにやってまいりました。私も長いモーターショーの歴史の中でですね、これほど大きなブースで中国のメーカーが出展しているのは初めてなんですけど、今回発表されたシールの車の説明を BYD の千葉さんに聞きたいと思います。どうも千葉さん、よろしくお願いいたします。